やっべえ鬼ほど事故った、助けてくれ助けて、鬼ほど事故った、ちょガチでやばいこと来た、あーガチでやばくなかった、危ない危なかったパラディオブフェルグラントを召喚、パラディオブフェルグラントのモンスター効果が発動、モンスター効果によって俺はラビードラゴンを特殊、装備するぜ、そして巨神竜の遺跡の効果を発動、巨神竜の遺跡の効果によって俺はラビードラゴンを墓地の国トークンを1体生成、さらにパラディオブフェルグラントのモンスター効果発動、フィールド上のモンスターと自身をリリースすることによって墓地から現れろラビードラゴンヌーバトルゴー、誰やお前、お前誰やねん、このカードが戦闘の中で墓地を奪う時、デッキからアサルトガンドックを2位の数だけ特殊召喚する、誰やねんお前、誰やねん、巨神竜の効果で特殊召喚したモンスターの効果無効化されるぜ、レベル8モンスター、レベル7のドラゴンズモンスターが存在する場合な、ムンシエのルールカードアドバンス、なるほどカードアドバンス、やばいぞ、召喚権が1回増えるカード、さあデッキトップを見て、アドバンス召喚権が1回増えるカード、さあカードアドバンスの効果、誰やねんお前、誰やねん、嘘だろ、嘘だよ、嘘だ、ここはいいだろ、さあ絶対に勝つ気持ちいい、あーでもハンドは弱いな、気持ちいいぜ、違う、わかんねえか、ドロー、ドロー、バイオット行くぜ行くぜみんな、俺はエレキングコブラを召喚、そしてカードを1枚セット、バトルフェイス、行けエレキングコブラ、ダイレクトアタック、てめえのモンスターなんて知らねえよ、顔面にダイレクトアタック、エレキングコブラの効果を発動、エレキングコブラを手札に加えていくぜ、そして俺は手札からマジックカードをフォトンリードを発動、気持ちいいぜ、俺はエレキングコブラを特殊召喚、エレキングコブラでダイレクトアタック、エレキングコブラの効果発動、エレキングコブラの効果によりエレキングコブラを手札に加えていく、さらに手札からマジックカードフォトンリードを発動、エレキングコブラを手札から特殊召喚何が遊戯王だ、これが遊戯王デュエルリックさ、いけエレキングコブラダイレクトアタック、さあエレキンコブラのモンスター効果発動、これはエレキリン、これはエレキリン、エレキリンを手札に加えていくぜ、これで俺はターンを終了する、さあお前のターンだ増殺何だそのスキル、さあどうする、誰やねんお前、ベルズアタックホースな、何強い、このカードは、このターン、このカードは他のモンスターの効果を受けない、その効果は相手のパズル、へえ強い、はいはいはい、なるほど、あじゃあパワーフレームで、自分パワーフレームで、あざーすキルがいい、真の闇世界へな、これが遊戯をデュエルリンクスだ、どうやらどうやら理解しようだな、そうだこれがデュエルリンクス、いくらで買い取ってんだよって250円で売ってるっていくらで買い取ってんだよっていう話はあるよね、ヒロイックチャレンジャー B とかな、これは令和のゲームが250円で令和やぞ、物価10分の1とかじゃないからね、それなら私はさあ人海戦術、何だよそれ、お互いのエンドフェーズ時、このターン戦闘に高いされたレベル2以下の通常モンスターをの数だけデッキからレベル2以下の通常モンスターを特殊化する、なるほど結構強いね、はいはい、でこれで、モケモケを特殊化する、なるほどですね、開発したら売れると思うよ、売れないか、すまんデッキなくなるとラーメンの温玉2つあった、250円あれば1食食えからマジ、そうね、それさあ トライワイトゾーン来た、トライワイトゾーンの効果で、墓地からレベル、3位からっけ、これ3位か2位かか、2位かの通常モンスター3体を対象にしてそのモンスターを特殊召喚できる、さあモケモケ3体を特殊召喚、さらに出た、イカれるモケモケ、
自分のフィールド上にモケモケが存在しているときに自分のフィールド上の天使モンスターが開発されたと場合、ターン終で自分フィールド上のモケモケの攻撃力が3000になる。さあデルタアタッカー、通常モンスターが3体存在する場合、このターン通常モンスター相手プレイに直接攻撃をすることができる。さあまずモケモケをでこいつを殴って破壊されることにより、それによってなんとイカれるモケモケの効果によって打点が全て3000だぞ。どれどれ頼む、どうしてくれ。なんだそれ、ヒロイックリベンジソード、ヒロイックのアジザモンスターいった選択肢装備できる、いける、はい、なんだこれ、リベンジソードで、いけるモケモケ来た、いける、ダイレクトアタックだ、いけいけ、アンツ分からしていけ。どうやら理解せよならそうだ、これがこれこそがこれこそがデュエルリンクさん対戦ありがとうございました。あ、そのモンスター効果、何置きこれ、このカードを装備カード扱いとして、選択した自分のモンスターを装備する、装備モンスターの戦闘が対戦するので、また装備モンスターの戦闘が相手モンスターをダメージで3コインで破壊する。どれ、あ、これ自分のソニックとアクションの可能性は、このカードを出たら5直して、このターンは戦闘で発生する自分の戦闘がゼロになり、自分の戦闘上の広くなったモンスターは戦闘が上がった。何なんだと、草薙やばい、あ、モケモケさん、あー逃げて、モケモケさん逃げて、モケモケさん逃げて、モケモケさんモケモケさん逃げて、解説不能、悪くはないかなっていう反動はしている、悪くはない、はい、セット、はい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 、なるほどですね、カードを引くぜ、なるほどですね。一旦マジックリアクターエイド紹介します。ここ一旦マジックリアクターエイド紹介。あるぞ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 、あるぞ、待って待って、冷静考えろ、ちょっと待って、トランスタンスんじゃん、トランスタンスんじゃん、トランスタンスんじゃん、トランスタンスるで4出すじゃん、4出してくんじゃん、はいはい、待て、いや冷静に考えろ、で、アドバンストランスアイアンコロ、いった、まずここアドバンストランスんじゃん、はい、でアイアンコール打つじゃん、はい、アイアンコール発動、アイアンコールの効果によってマジックリアクターエイド特殊が、はい、そしてアイアンコール発動すんじゃん、はい、でワップリアクターをダブルアロー特殊化すんじゃん、ほんで俺はサモンリアクター AI の効果を発動、さあ3体のモンスターを墓地の奥に行け、ジャリアントボマーエアーレイド降臨、ジャイアントボマーエアーレイドのモンスター効果発動、手札を1枚墓地のことによって相手のフィールド上のカードを1枚破壊することができる、行けバトルベース、ジャイアントボマーエアーレイドアタック、うわぁきたこれ、来たこれ、珍百景来た、カードを伏せる、なるほど、伏せるカード、まあ召喚剣使ったら、じゃあセットしたカードは破壊させてもらおう、いけぶち壊せ、ジャイアントボマーエアレイド、よし強い、なんて強いんだ、よしよしよし、いけるぞ、いけるいけるいける、で次のターン俺は手札1枚すると相手のカードを破壊することができるよし、ゴブリンなら行く上手なんで前を破壊させてもらおう、おらお前のモンスター破壊させてもらうぜ、いけバトルベース、ジャイアントモアエアレイトの攻撃、ダイレクトガトリングキャノン砲、ロッドガン神ゲーなんだが、お前が出したモンスターを一生爆破してやる、これが最強のボマーデッキ、オルナーボマーセットだと死ね、ジャイアントモアエアレイトの効果あれ？あ、あれれれれれ？あれれ？どうやら理解したようだな。これがデュエルリンクした。行くぜ。俺はパラディオムフェルグラントを召喚。そしてパラディオムフェルグラントのモンスター効果を発動。
パラディオムフィルグラントのモンスター交換により、これはチューナーモンスター一体を装備することができるぜ。さらに巨神類の遺跡を発動、巨神類の遺跡の効果によって、フィールド上のその、カードを一枚墓地に送ることによってトークも生成。そして俺はパラディオンフィルグラントのモンスター効果を発動、フィールド上のモンスターをリリースし、墓地の陸軍の受領者を特殊召喚。さらに俺は禁止のルールを発動、手札からラビードラゴンを特殊召喚。現れろ、レベル8のチューナーモンスター。そしてレベル8のチューナー以外のモンスターが一体、デュエルの地平に君臨する最初にして最後の神、混沌を束ね姿なき身を現世に表さん、シンクロ召喚、究極原神アルティミトルピシバールキン、アルティミトルピシバールキンのモンスター効果を発動。このモンスターの効果によってフィールド上の空いているゾーンにいっぱいトークンを特殊召喚できる。うおー多種量うおーうおーそしてこのモンスターは効果では破壊されないなんて強いんだ痛み分けいいだろう。痛み分けの効果、モンスターを1体リリースすることによって俺は邪感新トークンをリリース。さらに俺はアルティミトのビシバルキンのモンスター効果を発動、もう一回トークンをいっぱい出すで再放送でお送りしております。なにうざうざ、じゃあもう一回待てばよかった。じゃあなるほど、極奥のブリザードいいだろう、モンスターをザイヤルクリスいいだろう。なにこれ展開する、これ負けないよね松岡はあ、はあ、23はいはい、クラブスラス、あっあっえまだここからだ、私はターン終了する、いくぜ俺のターン、えカードを引くぜ、あれこれしかやってない今の人何回出すんだよそのモンスター、もういいわ召喚ムービー見るゆうさんとりあえずお疲れ様です。 ありがとうお疲れ様、立つんかいっていうね、ムービーええわ強いけどね普通にね、3750の NR 環境で突破するのかなり難しいかな、だから俺もアルティメットでビシバールキン出したんだよ、まあ、クラウスラスとかやべえモンスターにやらせたけど竜殺しの剣おっとさあ UFO タイトル効果戦闘発火されたら、またイグニス読書がされる、なるほど、はい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 、イグニスはなんか炎属性のかリリースして自分の持ちの炎属性モンスターの数が減る100点なんですけど、あっ、えただ俺は超えていくだけだ、このスピードで